こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はこちら。私髪を短くしてから固定が負けなくなってしまって、なんでなんだろうって思って、まあ、ホチンがね髪の毛短いので聞いてみたんですよ。何ミリっていうのを細くした方がいいよっていうのを教えてもらったので、まあ、ホチン何使ってるって聞いて、ちょっとねグレイツイオンカールプロっていうものなのかな、多分それだと思うんですけど、それの26ミリを使ってるって聞いたので、まあ、ホチンめっちゃカール綺麗なんですよ。だからちょっと教えてもらってアマゾンで頼んだんですよ。超早いですね、アマゾン。だってさ、昨日頼んだんですよ。で、今日来たの。朝方かな？そう、それぐらいに来たから、アマゾンってすごいな。初めてアマゾンで頼んでみたんですよ。これアマゾンハマっちゃいますね、私。やばい。で、それをね、レビューしていけたらなと思います。で、まず、なんかここで温めるらしいので、オンにしていきます。これは何度まで上がるのかな、最高。嘘、びっくりした。120度から210度まで上がるらしいです。すごいなこれ。10段階調節でここでプラスで押していくらしいです。楽しみです。はい、では今ちょっとセンター分けなので、私がやってるいつもの分け目にしたいと思います。ここが一番ちょうどいいぐらいの分け目なので、これぐらいの分け目にして巻いていきます。私は180度で巻いていこうかなと思います。真ん中の辺から私はいつもこう、あ、巻きやすいわ、やっぱり。巻いてるので、あ、巻きやすいわ、やっぱり。細いのにしたら巻きやすかったね。巻きやすかったね、とか誰に言ってんだ。巻きやすかったです。まもちろんありがとう、教えてくれて。で、くるくるくるって下に、くるくるくるってやっていきます。ちょっとね、これだとベルサイユな感じなんですけど、ちょっとこれで、まだ崩さずに、真ん中から取って、下に向かって、先まで挟んで上を巻く。よく巻き方はって聞かれるんですけど、だいたいコテが太い時もこの巻き方をしてました。下に向かってくるくるくるって巻きます。え、すっごい巻きやすい、これ本当に。ただ単に気になってみたので、皆さんにも私が初めて使う時にレビューしてみたいなと思ったので、ちょっとねやってみます。コテって大変、なんかすごい難しいので、そんなお値段とかも、私はちょっとコンビニ払いとかめんどくさいので代引きとかにしたんですけど、もうそれの代金とかも含めて、配送料とかも含めて、だいたい約6000円ぐらいで買えました。初めて頼んだので、なんか無料でお試しで最速で届くやつが無料でできたので、ちょっとアマゾンでね、それでそうやってみたら、本当に次の日に届くっていうのが本当にすごかったな。あれはすごい、しっかりくるくる巻けますね。210度まで、すごいことになっちゃうよ髪の毛が。ボンバーイエイだよ。ボンバーイエイだよとか誰だよ。よしよし、一番ね210度までやっちゃうと火傷ですよね、気をつけなきゃいけないの。さあ、コテとか言うと、あちゃ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 、あちいな、これはあちいなよ、あちいや、ちゃ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 、巻き残しがないかとかね確認して。はい、では今だいたいこんな感じで片方は巻けました。でもまだちょっと崩さずにいきたいと思います。反対も巻いていきます。こちらはですね、私は外側に向けてやってます。ってよく SNS で聞かれる巻き方が、こっちを内側に巻いて、さっきみたいな感じで巻いて、こっちは外側に巻くっていうものをやってます。その方がですね、自撮りが盛れるのでやってます。すごい、これくるんくるんにできる。やっぱ髪が短い人は26ミリぐらいとかがいいのかな。一番今まで使ってたの結構太かったからさ、多分細かく細かく巻けば巻くほど綺麗なカールはいくんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと今回は大雑把なため、適当に、いつも分量は適当にやってます。やっぱ女の子同士のこういいところって、こうこのコテいいよとか、これいいよとかってあれし合って、なんかよかったとか、とかそういうのとか話し合えるので、すごいいいなって、なんかそういうのって楽しいなって思いますよね。なんかそういうのでやっぱ女子会って欠かせないなってやっぱり思います。周りにいる方たちは結構美容に詳しいので、こういうの良かったよとか、これでお肌綺麗になったよとか結構教えてもらえるので、すごいいい人たちに恵まれてるなっていうのはあります。ほんと大雑把さが伝わるね、これは。大変だよ、鏡がないから、
がないから、ちょっとグリングリングリングリになっちゃったかな。こういう感じでね、溶かしていきます。手ぐしで巻きやすいけど、なんか今ボサボサになっちゃったで、私よく耳にかけてしまうことが多いので、こういう感じで耳にかけております。この辺の巻きをしっかりちょっと直してですね、いつもよりもさ、しっかりよく巻けちゃった。いつも巻けなかったから、てか今更ながら気づいたんだけどさ、ここにさ持つ場所があるから、すごい今巻きやすかった今更説明書を読まないタイプの人で、もうスキンケアとかなんかそういうマッサージクリームとかなんかそういう系はすっごいよく見るんですけど、こういうコテとか全然読まなくて、説明書だからね、なんか本当はこう使うのにこう使ってたとかって多々あるんですよね。もう説明書読めよって感じなんですけど、はい、では巻きました。いつものスタイルがこっちで、こっちを前に垂らして、こっちを後ろにこうピュッて持っていくタイプなので、ちょっとねこれでやっていきます。コテが細く、この部分が 26mm で細くなったので、ちょっとなんかいつもよりも違う、巻き方しないとちょっとなんかクリンクリンになっちゃったから自分の巻き方をねまた改めないとと思って、であとはねもう普通のこれはセブンイレブンで買ってきたやつなんですよ。違うところに、ここの跳ね上げの部分なんですけど、こう空気をサササッと入れて、サササササッ、こういう感じで入れると跳ね上げの部分が、こう上の部分が立ち上げられます。上にねこうガガガガガって空気入れると、こう跳ね上げら立ちやすいです。いやー、これ研究しないとやばいかもしれないっていう感じ、すごいことになっちゃう。はい、ちょっとなんかこの辺がなんかカリフラワーみたいな感じなんですけど、ちょっとこれはね私のミスだと思います。はい、すごく巻きやすかったので自分が研究しなきゃいけないんですけど、しっかりやっぱ 26mm ということもあって髪を短くなったので巻きやすかったです。はい、ホチンありがとう、教えてくれて見てくれてるかなこの動画、教えよでは今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。